ナミティ研究所。ナミティ研究所。はい、皆さんこんにちは、ナミキです。そして芹澤プロです。よろしくお願いします。はい、ということで今日もですね、検証企画やっていきたいと思います。人気ありますね、検証企画。はい、ありがたいことに。質問厚いとこもあるんじゃないですか。大丈夫です。大丈夫ですか。やってきますか。何でも答えますので。何でも答えちゃう。さすがナミキちゃん。ありがとうございます。はい、今日はですね、はい、ティーアップするかしないかで、何が変わるのかっていうのを検証していきたいと思います。このパー3でですね。パー3で。はい、プロとかでこうしない人とかもいるんですか？たまにその状況でしないっていう人もいるんだけど、基本はほとんどしますよね。でゴルフ場の中で唯一にティーグランドエリアだけが平らじゃないですか。そうですね。だから練習場に一番近いわけよ、だからしなくてもいいよって人もいれば、やっぱりティーアップしたものがフェアウェイからでもそうだけど沈んでる場合ってなると嫌でしょ、はい、だからポッと置いたら沈む感じするじゃないですか、そしたらやっぱりティーアップしたのが僕は得だと思うけどね。実際今回トラックマンを使って計測していくんですけど、はい、した時としてない時では、はい、どれくらい違うのか、なんか距離が変わるのか、なるほどね、それともなんかそう何が変わるのかをちょっと今回はトラックマンで見ていきたいと思います。なるほど、わかりました。ちなみにプロはいつもティー刺されると思うんですけど、しますよ。高めにするとか、なんか低めにするとかあるんですか？そのホールによって違うんだけど、上げたいホール、高い球をしたいなとはティーアップ高めにします。ほうほうほう。で別に上げなくてもいいなときはティーアップを普通に、地面と同じぐらいのところまでして、風向きとか、はい、それによっても違いますね。グリーンのその、手前にバンカーがあるとか、なるほど、池があるとか、あとはクラブによっても変えて、まあ、状況にやってティーアップの高さも変わります。なるほど、じゃあ早速検証していきましょう。はい、はい、ということで早速レッツ検証なんですけども、芹澤プロティーアップしました。ティーアップ、あ、これはいつもの高さですか？だいたいこんなもんですね。だから芝の長さにもよるんだけど、はい、やっぱりもっとティーグランドが、ティーグランドエリアがスッとカットされてる時もあるじゃないですか、はい、そういう時はもう少し埋めますけど、このぐらいがいいかなっていう感じですね。おー、ちょっと高めですかね。ちょっと高めですね、はい、はい、じゃあこれでまずは打っていただきたいと思います。このままね。お、どうでしょう。じゃん、出ました。こちらクラブスピードが 31.4、 そしてスピンレートが 6229、はいはい、打ち出し角が 22.9、 これがね高いよね。 22.9 高いですね。そう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 。でトータル 141.4 出てます、まあまあじゃないですか、8番アイアンでしたから。やっぱりティーアップした分だけちょっと高く上がった感じですかね。間違いない。はい、じゃあ次これそのままなしで、絶対低くなるよ。ティーアップなしでやってみましょう。セイザープロ的にはこれあるのとないとではどこがまずどう変わると思いますか？はい、一番言えることは、はい、この打ち返し角度、はい、これが多分10台に差があると思いますね。おお、なるほど。で距離はね変わんないと思うんだけど、はい、だからスピンも多少もしかすると、減っちゃうかもな。っていう感じですかね。そう、でうまく入んないと本当にクリーンショットしなきゃいけないんで。そうですね、芝の上からと。難しいですね。そこです。はい、じゃあいっていいですか？お願いします。なしバージョンだよ。ほらもうこの浮かないもんねこれじゃね。お、どうだ。ちょっと左行っちゃったけど、今セレザープロ打った感じいかがでした？まあ、全然低かったし、そのスピンはまあ多少かかってるかもしれないけどキャリーも出てないと思う。はい、ということでクラブスピード 31.2、変わんないですよね、大してね。でスピンレートも 6287、そしてこちらがねちょっと打ち出し角かかりました。 17.8 になりました。これかなり違うでしょ。はい、グリーン上でスピン絶対変わんないから。なるほど、でトータルが 141.7 ということですね。なるほど、じゃあ打ち出し角が結構変わっただけ で、 そうです。他はあまり変わらないですかね。だからでも精神的に違うものが、はい、ティーアップしてるとすごく気楽に打てるの。あ、ミスがないと思ってるから、はい、下にあるんだとちょっと開けたりしようかとか思うとミスがするんですね。自分でクリーンヒットしようってしちゃいますもんね。そう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 。だからこんだけ、5ぐらい違うわけでしょ、22やった時、そうですね。そうするとグリーン上行ってもスピンがかかるから、はい、トータルここまで距離は変わってないけど、スピンは絶対変わってると思うね、実際グリーン行ったら。はい、
実際これってさっきティーアップちょっと高くされたじゃないですか、うん、これをティーを普通に地面と同じくらいにするとまた変わるんですか。これはまあそう、これはあんま変わんない、そんなに変わらないんじゃないかな。うん、じゃあティーアップするのとしないのとでは差はもう極端にこんな違いますね、はい、って感じですかね、うん、これなのね、俺よくかもね、並木ちゃんが一番変わると思うんだ。え、だって下から映ったら全部、多分あなたはキャリー出なくなるから、ティーアップするとキャリー絶対ね、出るから。なるほど、プロだからそんな変わんないけど、うん、そうそうそう、僕たちは芝の上からでもダウンブローに打っていけるからいいけど、並木ちゃんでは打てないから、はい、こういうのはヘッドスピードない人の方が変わりやすいと思うね。じゃあ一回私でやった方がいいよ。やってみましょう、うん、これ検証するためには並木ちゃんの方が分かりやすい。じゃあ私が打ってきます、はい、ということでやっていきますはい、じゃあ私打っていきます。じゃあ並木ちゃんの方が僕は検証結果よく出ると思うよ。本当ですか。これ普段のティーアップだよね。はい、私結構普段こんな感じで、まあ、7番アイアンが一番大きいアイアンだから7番アイアンでまず検証しましょう。はい、はい、よし、バンカーに向かって思いっきり打ってみて。ちょっと素振りしよう。はい、素振り一回してね。おお、よし、いいんじゃない、いきましょう。俺、あ、めっちゃ綺麗に打ってちゃった。めちゃくちゃいい球打ったね。あ、バンカー入っちゃった。バンカーまで行ってないと思うよ。嘘。ほら、ヘッドスピードが 26.6 でしょ、はい、スピンが 5754、はい、打ち出し角 24.8、うん、トータル110ヤード、おお、 110.6、 110も飛んだ、うん、トータルね、はい、うん、だからこれを並木ちゃんね、はい、今ティーアップ低かったじゃん、はい、じゃあ逆にもうちょいティーアップ高くしてもいいのかな。もうちょっと高くですか、うん、ちょっと浮かす、僕が浮かしてくる感じ、もうちょいこっち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 、ここその辺、その辺、その辺、そう、その辺、これぐらいですか。そのぐらいでいいんじゃない。あ、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、いいと思うな。これでいいんですか。 OKOKOK、 行ってみるよ。うわ、自分の中では気持ち悪いです。気持ち悪いよね、高いから。大丈夫大丈夫大丈夫、すぐ一回して、おお、いいねいいねいいね、よし、同じようにね、はい、同じようにいきます。ちょっとダフっちゃったね。ちょっとダフっちゃったティーアップ高くしてダフっちゃったってこと。はい、そういうこと。これあんまり参考にならなかったねじゃあ逆にもう一番分かりやすいやつね、はい、ティーアップをしないで打つ、はい、どう、しないで、これ一番検証しやすいでしょ。うわ、しないのちょっと不安だな。そうですよ、はい、じゃあこれ、だからどれだけこのパー3とかで、はい、ティーイングエリアでティーアップをした方がいいかってことが現象出るから、お、行ってみよう。やってみます。うん、精神的にもちょっと嫌でしょ、ティーアップしないと。そうですね、なんか気持ち的にもほら、ね、ちょっとなんか大丈夫かなって。ゴルフってメンタルだからすごい大事なことね。行ってみよう、行きましょう。はい、まあ、実際ヘアウェイからだとね、そのまま打たなきゃいけないからね。はい、ほらね、こういう結果になるわけですよ。え、これこういうことになります。これ私がやり、え、ま、え、これはだからもうデータというよりもティーアップしてないとやっぱりしっかり打たなきゃいけないっていう気持ちがこうなるから、こういうデータになっちゃうわけね。分かる、分かる、恥ずかしい、ちょっとなしで打ちたい。こんな間違えた。間違えてない。あなたの実力でしょ、それティーアップなし。なしです。おお、これもう最高の当たりだと思うんだ。はい、だけどやっぱりちょっとほら、あのトップ気味になっちゃうっていう感じ。はい、今やっぱトップになっちゃいました、ね、ティーアップしない分。そうだから、まあヘッドスピード 26.1、はい、スピンも3911、はい、高さ 21.1、 トータル202ヤード。うん、ちょっとトップしてるから彼もこれね、トータル102って言うけどキャリーが全然出てないのよ。で転がってるってことね。うんですね、うん、だからナイスショットの球とスピンの全然変わっちゃうから今度ね、そこです、うん、じゃあ並木ちゃんにもう一度、はい、ティーアップをちょっとだけ高くしていってみようよ。はい、そうですね、普段よりね。今検証結果的には上げた方がいいですもんね、うん、ティーアップ。そう、そのぐらいでいいんじゃない。もういつもべったりするじゃんね。はい、それをそのぐらいにした方が精神的に絶対楽だし。
そうですね、ちょっと浮いてるなっていうくらい。だから別にボール上げようとしなく、本当に普段の空振り素振りをするような気持ちで振ればいいね。はい、じゃあ素振りを。そうそう、いい、こんな感じですかね、うん、それだったらね、そのまま本当に行く感じがするねはい、じゃあ行きます。ほら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 、球高くなったね。ほんとだ、ちょっと右行っちゃったけど、球の勢いはやっぱりあるよね。おお、プンプン跳ねてる、うん、そうと思いますよ。今しかも聞いてください、はい、打った感じが全然違いました。気持ちよかった。あの、なんですか、軽やかに、あら、まろやかにヒュッていきました。言うよね、いや本当に言うよねでもデータもほら、はい、で 25.7 の打ち出し角が上がるわけじゃない。お、上がりました。スピード大して変わってないけど、はい、でスピンだって5800あれば、はい、グリーン上で2000、これ107でしょ、はい、だからだいぶ良くなったよね。5898スピンが、はい、トータルが 107.9 ね、でしょ。だから結局ほら上がれば、はい、この10ヤードぐらいしか転がってないってこと。さっき20ヤード転がってたから、ね、確かにトップした時ね、ランが少なくなります。そういうことです。球が高いければ球が止まるってことね。でトータルも出てる、最高じゃないですか。よかった、私で検証結果出ましたね。出ました。だからディアップをしないとどれだけ下手かってことでしょ。確かに。だからフェアウェイからダフル確率が高いってこと。絶対にディアップしなきゃいけないですね、これはもう。間違いなくパー3はしてください。します。フェアウェイからしちゃダメよ、うん、いや、そうですね、もちろん分かりそうですよ。はい、はい、すごい検証結果ですね、これは。はい、はい、でも明確に出ましたね。出ました。はい、ということで今日の私の検証結果は、はい、ティーアップしようです。当たり前じゃん、そんなのあ、誰か。ということで今回の検証結果は、うん、ティーアップの高さを上げてみようです。そうですね、少しね、はい、そうするとやっぱり、要するに精神的にまずね、楽ってことが一番大事なのよね。置いてあったらプレッシャー感じるでしょ。いや、本当、置いてるとなんとなく触っておけばいいやって思うじゃない。そこですよ、そこ。全然違いました。ゴルフはメンタル。確かにメンタル、こういうところからも来てるんですね。来てますめっちゃそれを今感じました、はい、ティーアップした方が ね、シャッといったし。そういうことです。うまくいきました。はい、そしてこちらナミキーズポイントは80点。まあそうですね、でも全員がしてることなんだけど、ティーアップはね。そう、でもね、高さもちょっとね、そう、プラスアルファ皆さんちょっと高くしてみると、もっとこう高い球でスピンのかかったいい球が打てるということが分かったので、 いい検証になりました、はい、ありがとうございました、プロちゃんとしっかりとティーアップしてください。はい、はい、皆さんもちゃんとティーアップしましょう。はい、ということでこれにて波研究所終了です。ナミッキーだよ。動画ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら、おすすめ動画はこちらになっております。ぜひ皆さん見てください。またねー。